ですね。今の仕事に勤めて16年です。仕事内容好きですがパワハラが辛く、一度診療の中にかかりました。上司はそれを知っているのから怒られるたびにその時の状況を持ち出してきます。また病院行くかみたいな、それをされると心が苦しくなります。転職を考えてます。ヘルクさんならどうしますか。老期という選択はなしでお願いします。まず老期はなしにしている時点で洗脳されてますね。要はその転職をするか、その上司を追い出すかで、もしくは我慢するかっていう3択なんですよね。で今多分我慢するを選んでると思うんですけど、でもしくは転職するかで、で転職をするときにお金をもらって転職をするか、お金をもらわないで転職をするかの2択なんですよ。でどうせだったらすげえ実家がお金持ちであれば別になんかお金どうでもいいやって話なので、さっさと仕事もやめちゃってますけど、多分お金がそんなにないからその嫌なところで我慢して当たれてるんだと思うんですよね。なのでそれであれば金取って転職の方がいいと思うんですよね。ただなんかその要は人間関係だったりとか、その会社にお世話になった部分があるとか、上司は悪いけど同僚には迷惑かけたくないとかっていう形で洗脳されちゃった結果、多分我慢して辞めるっていうオチになると思うんですけど、でそこで我慢したとしても損するのはあなただけですよ。でここで2440円払ってる時点でもう損は確定してるんですよ、2400円分。なので転職するんであれば、そのちゃんとお金を取ってその分の自分が受けたダメージっていうのを金銭に変換した上で新しい職場に行ってくっていう方がだいぶ人生にとって得だと思うので、で2回目で転職先でも同じようなことがあった時に、じゃあまた我慢するってなって、もうそれはそれで面倒くさいじゃないですか。なのでやられたいやり返して金に変えるっていうのを長い人生きちんと考えた方がいいんじゃないかなと思います。